はい、前回の続きです。現状は、まあ、こんな感じですね。九州統一した後、軍団を2つに分けて、片方は四国に、もう片方は中国にって感じです。で、まず今回もう5ターンぐらい進めちゃって、もう交渉して、親密になったんで、いつでも戦できるって感じなんですけど、どうしようかな。次は、尼子に行くか、小早川に、あ、うん、こっちだね。こう行きます、こっちは。で、下の方は、長宗我部にしようかな。こう行こうか。この、動画で、もう一回、また前回みたいに二つの国を落とすっていうのが目標。もう兵隊今1万5000ぐらい動員できるんですよ。なんと。まさかこんなことまでね、こんなところにまでなるとは。共同軍はいらない。多分敵に援軍来るだろうな。あ、待ってよ。ちゃんと見とこう。一応確認。大丈夫ね。よし。で、第二軍団も、父さんに攻めます。こっちはちょっと部隊が少ないんだよな。この隙に、細川に攻撃されたらもう多分すぐ落ちちゃう、城が。さ。意外とね、この5ターンぐらいでね、結構、関東の方が、西日本はそうでもないんですけど、東日本はもう、それぞれの、なんだ、大名が国を統一してきてて、もう武田なんか4カ国ですよ。まあ、そう言ったらもう今は僕の島津もすごいことになってるけどね。ここで、こうね、はいはいはい。敵人数多いかな、アマゴ系。アマコなのかな、アマゴなのかな。うわ、もうこいつらすげえ来てる、こっち。怖っ。こっちだって大軍勢だからね。倒してやるか、一気に。取り囲んで。敵の、こいつらも来るんだよね。こいつら来る前に。国衆があそこの橋のとこで止めといてくれたら助かる。ちなみに忠義は特に大丈夫、無傷。いいね、いいじゃんいいじゃん、抑えてくれてる。よし、次は国久だ。二人ともここで滅ぼせるとか倒せたね。いいです、調子いいです。非常にあいつらもう退却してる。もうこの浜田城諦めたんだ。浜田城前行ったんですけどね。そういえばまた行こうかな、これ釣りとかを行く。城跡ですけどね、完全海とかも近くてよかった。ゴーゴー言ってる。あら、大丈夫か。あ、ちょっと待ってよ、忠義とか危険危険危険。個別に、あー、めんどくさいな。これ一人一人やればいいんですよね、これで順番に。めんどくさいんで、とりあえず忠義、まあいいか。まだ24日ありますからね。ゆっくり行ってもなんか両方とも城を落とせそうだから。あー、ずっと座ってるぞ。お尻が痛いな、ほんと。忠義はちょっと
ここに残した状態で。このトゲトゲの柵って一体誰のどっちのためにあるんだろう。虫が落ちそうですね。よし、撃ち取ったぞ誰か一人。さあ今度はここの何城だ。これは名前が出ないからわかんないや。何人いんのかなぁと。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10人中、あと6人だ。まあまだ戦があるな、きっとこの感じだと。え、ここを壊さないといけないってわけじゃないのか。もうじゃあいいよ、お前やんなくて。こんな、あ、もうクソ、半分経って残り15日で、まあどうなの、防御度にもよりますよね。なんか立派なでかい感じだから、ちょっともしかして100とかじゃないのかな、甘いかな。相変わらずもうぎゅうぎゅう。あ、疲れた。ゲームずっとやってるのも疲れますね。これ今5本撮りなんで一気に撮ってるんだよね。5本目なのかな今日は。これがオリジナルのシナリオもまだ何にも新しいやつ考えてないからどうしよう。なんか皆さんからいろんな意見とかねもらってるんで。あ、250だって。山吹城ちょっと強めじゃん。攻撃。いけるか。回復させたくないんだよね、時間かかるから。一気にいけ、一気に。このうろうろしてるやつに腹立つ。あ、いけるいける。きました、ワンターンで。ああ、でもその代わり、お、よくわかんないけどなんか退却しちゃう。こいつはなんだ、あいつはもう退却しちゃうのか。クソ。まあまあ一ターンでね城を落とすためだったんで仕方ないです。これも城に残ってると他の人の回復の妨げになるんで。なかなか回復しないのはいっぱいいるからか。順番に行くと順番に士気が下がってこうねやりにくいんでね。僕はもうまとめていく派なんですよね。みんなでせーので。まあだからごちゃごちゃしちゃうんですけど。あと10日いけるかな。もうちょいか。ここには誰もいないよね。もう殿も出陣させるか。1000人持ってるし。
だ80とかだけど。先に門壊しに行かせとこう。間違えた。違う、全員そっちじゃないよ。城だよ、城。危ない、危ない。押すボタンを間違えるとね、こうなっちゃう、ね。なかなか大軍勢だと思いませんか、これ、Z。何人ぐらいで攻めたんだったっけ。あと8日、8、あ、3、あ、やばい。合算、戸田城。310はちょっとなかなかですよね。でも敵はもういないんだったらいけるかな。ちなみにここもあの城跡ですけどね、僕昔行きましたけど、なかなかでしたよ。歩いていくには駐車場だったかな、どこか車止めて、で歩いて上の方まで、結構山なんですけど上がったけど、しんどかったな。歩く時間はそんな長くないんですよ、ここの城跡の。多分本丸跡なんですけど、ただその傾斜というか階段というか、その登っていく、山道を登っていく一段一段がなんかすごい深い感じの記憶があります。確か登る時間自体はそうでもないんですよね、本当に、まあ、よくある山城って感じだったんですけど、時間よりも一段一段が大変だった記憶がすごいある。さあ行けるかな。このもう士気がゼロになるのを覚悟でもうこのまま攻撃を、あ、そうか、合流とかやって強行すればいいのか。あ、関係なかったな。よっしゃ、滅亡させましたよ。ちょっとね、領土広がってきたんで、各国の守ったりする人がいない。政治級ってどんだけなの？さすがに、あれか。断るね。意外とみんな断るな。人気ねえのかな、島津家。さあ、1、少ないな。3人なんだ、敵の武将。大将は君です。高久さんです。城がここ、はい、豪所、館みたいな感じか。敵が、あーどう、なるほどね。ちょっと一旦じゃないや。一回回復しないとさすがに厳しいのかな。どうだろう。試しに行ってみようか。100だからね。気合と強行でどうにかいけるかな。あ、柵壊さないといけないパターンか、これ。あ、だるい。なるほど。ちょっとだるいな、それ。その間に他の奴らも来るとか？他いないか、3人だから。あ、いるね。あ、ちょっとしんどいかも。それまでに柵壊してどうこうして。浮き足立ってんじゃん。あら、ちょっと厳しいか、もしかして。来るぞ、敵が。やばい、倒せなかった。こっから回避して城行ける？もう、無理だ、間に合わない。攻めて減らせできよう。クソ、敵来やがった。やばいぞ、高下大丈夫か。もう切れた。オッケーオッケーオッケー。
らえた。いいですよ。やばい、15分も過ぎる。まあ、いいか。超速壁を倒してから、この動画を終わろう。城3つあって、しかもこれ、土佐なんで横長なんですよね。移動に時間がかかるっていうのが結構厄介かも。みんな何してんだ。こいつ攻撃しろよ。重心の吉田さんを。あれ？なんで？攻めてるけど、そこも無視して攻撃して先に落としましょう。交渉。よし、気合い入れたから、ここで大丈夫かな。通常このまま敵の対象的なのいないか。とりあえずここで吉田を叩くと。待ってよ。ここは今落として、次は、なるほど、ここ近いんだ。この2つはここに行こう。あ、もう超速壁国地か。敵の大将退却してますよ。これ微妙だよな。なんでこうなるんだろう。普通に自分の城に入りゃいいのに、完全に敗走みたいな形になるんですね。昔もそうだったかな、プレステのやつも。移動が長いからな。これで結構士気を使うとか減る。あ、そうでもないか。さあさあ、すぐ落ちるぞ、こんなの。超速化武器の本性ですよね、これは。全然来てねえじゃん。そっか、これが騎馬隊なのか、だから早いんだ。なるほど。味方はもう多分余裕っぽいな。門壊したぐらいで一回気合い入れて、攻撃の時に強行で一気にこの城を落とそう。もうさすがに後ろ。いや、早いな。やっぱ部隊が多いからかな。強くなったのかな。訓練もしてるからかな。もうなんかあっという間に敵の城を落としてる感じがする。もう多分敵にならないぞ、この状態だと。武田ぐらいじゃないかな。普通に一国平定してるぐらいの大名だともう相手になんない。細川と武田ぐらいだ、きっと。全体で攻撃したいから。合流、強行。早い、ゲージがすごい好き。 OK、 あ、いい。やりましたよ。なかなかね、できないですよ。人材不足なんだが、またいつもの黒人衆とか海賊からヘッドハンティングしようかと思います。まあ、3人でもいい。
そろ余裕になってきたんで、ちょっとなんかちょっとだるくなってきたっていうか、よくあの信長の野望だと結構あるあるですけど、ちょうど強敵と当たるぐらいがやっぱ楽しいんでしょうね。なんだまたなんか勝手に築城技術を高めてくれたのか。お、やな人いたいな。親密になっちゃってるから、ここで有効になれないんだ。ってことはあれですね、ここになんか何も渡さず何かしてもらって、この親密度を下げないといけない。一回この動画でここまでにします。次のターンの時にちょっと飛ばしてやった方かな。ご視聴ありがとうございました。